この前動画編集してた時にね、インパクトにタイミングバッチリでビターンって戻せる人がすごいって言ってたの。すごいってことは、普通のことじゃないんだろうと、すごいことなんだなと思った。だからインパクトゼロって言ってるけど、インパクトゼロができるっていうことは、すごいことなんだなと。ああ、なるほどね。確かにその僕だけじゃなくて、まあ、他のプロなんかもまっすぐ飛んでるってことは勝手にゼロなんだよね。だから無意識なんだよね。それってやっぱり積み重ねてきたものだと思うし、それを意識してねやってる人もいれば、無意識にまっすぐ飛ばすにはこうってただやってる人もいたと思うんだけど、でも今現時点でできてない方はそれをやろうとしてる方もいるわけじゃない。それができないと確かに言うお声聞くけど、確かに難しいのかもしれない。何が難しいってやっぱりスピードもそうだし、やっぱあんだけね1秒ない世界の中でフェースコントロールとクラブのスピードコントロールしなきゃいけないっていうのは難しいかもね。確かに振り遅れないように戻そうねって言ってる動画ってあんまりないじゃん。ないね。それは前提であって当たり前すぎて言ってないじゃないかっていう、それもあるね。あったけど、でも前提で当たり前のことなんだけどやるのがすごい難しいこと。だから当たり前じゃないんじゃないかな。プロにとっては当たり前だけど、一般の人にとっては当たり前じゃないんじゃないかな。その人生巻き戻しできないからどうしようもないんだけど、例えばゴルフ始められてから今日までで何にも理論をやってこなかった方だったら戻せるようになる時間は多分早いと思うんだよね。だけど何らかの理論をやってる方は難しいと思うよ。何かの理論をやることによって戻しづらくなっちゃってるのその動きで。そう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 、まあ理論とは言わず何か注意点が多かったり、何をしないようにしてる、こうしようとしてるっていうのが多ければ多いほど結局シンプルな動きからは遠くなるじゃない。俺は無理論だから、単純にクラブを上げて下ろすっていう、体の周りをクラブが動いてるっていう意識だから、何を頑張ってこうしようとしてるっていうのはないわけよ。だからじゃあインパクトゼロやってて例えば言われたとしたら、それに集中できるわけよ。だけど今やってる理論がある方って、じゃあインパクトゼロもやらなきゃいけない、その理論も意識しなきゃいけないってなったら、まあ、ほぼ不可能よね。そうだね。スイング中に意識できることは本当に一つ、最大二つできたらもうやばい、マックスでいい感じだから。だからその中でじゃあ何を優先するのかっていうことなんだよね。まっすぐ打てることはできるよと、それで理論をやられてる方だったら俺は全然いいと思うのよ。なるほどね。そうだけど、まっすぐ生かすために理論をやってるんだったら、その理論はまっすぐ生かすための理論なのかどうかを確認しなきゃいけないわけじゃん。そうだね。そうだね。そうでしょ。そうだね。だから例えばじゃあドライバースライスしますの人がハンドファーストに打ちたいって言ってたら、俺は難しいと思うんだよね。だからこれも何回も言ってるけど動画で、その理論がどういう目的があるのかっていうのがやっぱ意識っていうか確認できてないと、自分のゴルフに対して本当にね必要か必要じゃないかがやっぱね問われちゃうから。じゃあ今の話で言うと、ドライバーが右に行きますっていうんだったら、右に行かない理論なのかどうかを考えなきゃいけないと。そう、まず、そうそれだったらやればいいし。そうそう、でもそうじゃないんだったらやっても右には行くんだよね。行っちゃうそういうことだよ。行っちゃう、確かに。だからそこがしっかり意識できてる方はやっぱり70代で回る方多いよね。もう本当に必要か必要じゃないかがはっきりしてるから、そういう方って分かってるんだ自分。そう、分かってるから。だから自分を知るっていうのも大事っていうのも、自分を知れてるし、だから必要か必要じゃないかも判断できるんだよね。自分に足りない部分でもラウンドでその足りない部分は別に必要ないっていう人だったら取り入れないこともするから。そう、別にそんなんでスコア変わんない、そこを省けばいいって考えてる人もいるから。そう、足りない部分を何でもかんでも入れる人だけじゃないから、だからそういうのも分かってるよねちゃんと。確かに最初トロ君が言ったように、インパクトゼロ単体で言うと難しいかもしれないよね。だから
できてる人だから簡単に言ってるし、うん、これをやってくださいよって言ってるのかもしれないから、俺はね、うん、だからね、そうなっちゃうとね無責任みたいになっちゃうけど、でもゴルフのスイングでボールをまっすぐ飛ばすことに対しては必要なことだから、一番当たり前のことなんでしょ、一番当たり前、まっすぐ飛ばしたいんだったらま、うん、っすぐ当たればま、うん、っすぐ飛ぶでしょっていうことだよ、そう言うまでもなく、そうそれがインパクトゼロに戻るそうそうそうなの、当たり前なことなんけど、うん、難しいんだ、そう行動に移すと、うん、なかなかできない、できない、そう結局遠心力に勝たなきゃいけないし、ヘッドの向きも感じられてないと、うん、フェースをまっすぐに戻せない、まさかまっすぐじゃなくなっちゃう、ね、そうだからそういうことも全て意識できてないとインパクトゼロっていうのはできない、そうだから例えばヘッドバランスを練習のために、うん、例えば鉛をめちゃくちゃべったり貼って、うん、もうどう握ったってヘッドの重さ分かりますよっていうクラブを練習で打ってみるとかね、そうするとクラブの場所が分かるから今どこにあるっていうのは、でそれでも分かんないっていう人はスピードが速すぎる、感じようとしてるスピードで打ってないから、結局ヘッドを重くしたらこうやって握ってんのとこうやって握ってんので表か裏かみたいなのは分かるから、そうだから今フェースがどこ向いてるとかっていうのも分かる、うん、だから結局でもまっすぐで握ってこのグリップの向きが分かんなかったらこうやってまっすぐ戻せないわけじゃん、そうだからそこの意識も持たなきゃダメ、なるほどね、そうだからグリップ持たなくてもこの向きで握ってるっていうところにこの向きでこうやって戻せますかってことなのよ、なるほどね、そうでも握ってる人はこう戻してるし左行ってる人はこう戻してるから、そうだからその意識も持たなきゃいけないし、だから単純なものではないかもね、そうやって細かく言うとね、そうだね、うん、そうだから戻してねって言ってるけど難しいことをやってんだっていうふうに思って練習しないと、うん、ああそう戻んない、ならないってことです、そうそうそう、そう簡単に戻ってこない、うん、そうだね、普通に振ったら戻んないの、戻んない、振りたいスピードが速ければ速いほどやっぱ戻りづらいし、だってクラブ負けるんだもん、そうだね、うん、だから負けないようにいろいろああやってくださいこうやってくださいって言うじゃない、うん、だそれを試してやっぱ見てもらった方がいいよね、やっぱり大変ってことだね、やっぱまっすぐ生かすこと自体がやっぱ大変だからね、そうあそっか、うん、それはそうだ、うん、でもみんな言わないのが不思議だね、確かにそうだね、それだけ言ってりゃいいじゃん、だからそれだけ言ってんだけど、そうだね、そうだね、そうでもその俺の勝手な印象だけど、疑問が出る理論を教わる側の方が言われた時って理屈をやっぱ知りたがるんだよね、だけど自分が率先して、うん、ああこれやりたいっていう理論に対しては理屈関係なくなっちゃうのよ、それをやりたい、そうやりたい、やりたいから、だからそこも俺はちょっとハテナが出るし、もうちょっとさっきも言ったけどネタに対しての理解っていうのは絶対した方がいい、本当にバカーンって上手くなる方もいれば、うん、そのネタが原因で、うん、もちろん調子を崩す方もいるから、うん、自分に必要ないもの、そう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 、だからそういうのって本当に理論一つに対してはめちゃくちゃ大事だから、うん、ちゃんとした調べというかネタに対しての理解を持った方がいいよね、絶対、あじゃあ中にはインパクトゼロ理論やんない方がいい人もいるんだ、いると思うよ、いると思うよ、いると思うよ、でもどっちみち動きをちっちゃくしていったらやらなきゃいけないことがあるのよ、パターパターは絶対インパクトゼロだからじゃあ絶対やんなきゃいけない、絶対やんなきゃいけないから、それを大きくしただけ、うん、その俺はね、そうね、うん、そう、そっか、パターが曲がってたらまっすぐ飛ばないもんね、飛ばない飛ばない、わざと遅らせてちょっとやって打たない、打たないでしょパターは、そうボールが、ね、空中戦じゃないっていうのもあるけど、うん、それにしてもパターは絶対まっすぐ向かせるじゃない、そう、その意識をドライバーまで持ってるっていうだけ、パターがじゃ一番本当に分かりやすいのかもしれない、そう動きで遅いじゃない、だから自分でコントロールできるじゃない、あできる、そうでパターだったら一番戻しやすいかも、戻しやすい、遠心力少ないし一番、そうでその次にアプローチ、まずパターで戻すみたいな、そう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 、だその感覚よね、そのパターで戻すじゃない、これサンプロと、そう見えないプロと、全然見えないプロと、そうだこれ構えてこうやってアドレスするじゃない、うん、で、うん、まあこれ普通にできるわね、うん、これぐらいだったら、うん、
でこれのパターの限界って多分9時3時ぐらい約ね、うん、だと思うのよ、うん、そこでちゃんとこうやってまっすぐ飛ばせてるかどうかを、ね、そうそう、まずまずはそこ、それ難しそうだね、いきなり 1W じゃないのよいきなり 1W 行きたい方いるでしょ、まだまだ ダメ、構えて、そうこうやって、そうまずまずはでできましたよと言ったらサンドウェッジですよ。そうでサンドウェッジで普通のサンドウェッジのフルショットのアドレスをします。そっから5センチぐらい近づきます、もうちょっとかな、6、7センチ近づいてちょっと起こします状態を、なるべくでいいですよ、絶対じゃない、なるべく両手首の角度と肘の角度を変えない、要はアドレスの形をキープしたまま右と左に振ってあげる。変な話、両手首の角度が変わんない、肘の角度変わんなかったら結局どこに動いたってどこでもインパクトゼロだね。そう、それを今やったんです、ここで例えばスイングになったらコック入れなきゃいけないんでしょって言ってコック入れた時点でクラブの向きが変わるから、変わる、そうだからコックはまだ早いまだまだです。まずはフルショットから10センチ弱ぐらい近く立ってちょっと状態を起こして、両手首両肘の角度変えないで戻す、こういう練習、これで戻せてるかどうかの判断で一番手ずつ上げていくのよ。ゼロができるようになってくる。そう、じゃあ仮にこっから9番までできました、で次8番で、8番で同じ普通のフルショットの8番のアドレスをします。そっから6、7センチ近く立って上体を起こします。でさっきのサンドウェッジと同じショット、戻せましたね、まっすぐ。そうだ、ああいう風にどんどん番手を上げてって、で変な話ドライバーまでできたとします。今のこうちょっと起きて近く立って、したら次にアドレスだけ、ボールとの距離だけフルショットの距離に戻す、要はさっきより普通に 5,6 センチ遠くに立つで、フルショットの構えをして、今度遠くに立った分上体もこうやって下がるじゃない、したらここで今度両手首と両肘の角度変えないで打ってあげる、したらボールとの距離はもうフルショットでもう完璧です。この距離でいつも普段打ちますっていう距離で角度変えないで打ったじゃない、で今度これがじゃあ全部できましたって言ったら、今度初めてコック入れるのよ。そんなに段階踏まないといけないんだね。そうだからね、1ヶ月はかかる、全然かかる。だって今は単純にパターからウェッジから8番までできたってなってるから早いけど、できなかったらずっとそれやるわけじゃん。そうだ、最短で1ヶ月。練習って大事だね。めっちゃ大事、何よりも。そう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 、言ってもプロゴルファーめっちゃくちゃ球打つからね。プロもね関係ないとしても、やっぱり70代とかで回る方ってやってるから、あ俺全然やってねえよっていう人いるけど、やってる、やってる決まってる、うん、やってなかったらすごいでもその中にもやってない方もいるかもしれないけど、分かんないけどね。でも昔めっちゃやってたとかね、やっぱそれなりにやってるもん。あとめっちゃ感覚が鋭いとかね、でボールが普通の距離のアドレスを取って、そこから両手首両肘曲げないのができましたって言って、したら次にコック初めて入れますって言ったら、したら普通の入れたい角度にコックを入れて、ああいう風にハーフトップで打ってあげる。ハーフトップよ、今のハーフトップよ。ハーフトップはそこで入れればいい、ね、そう、ここで入れる、初めてここで入れる、はい、そう、マット触ってない、なるほどね。そうだから、こういう練習がめちゃくちゃ大事で、これができてきたらこれをずっとやり続ける。とにかくずっとインパクトゼロなの。そうやっぱりさ、
すげえ大変なことだね。そうするとめちゃくちゃ大変。まずここと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 腹筋はつるから、つるっていうか貼るから、あとここね、ここももちろん貼るし、最初慣れないとほぼほぼ全身筋肉痛で、ナムナムができないから筋肉痛で、そうこうやってなるから、ビターンってなってすぐこうやってなる、だから、それぐらいまっすぐ生かすっていうことは大変、大変なんだね、そんだけ練習しなきゃいけないと。そうで俺最短で1ヶ月っつったけど、それ最短で1ヶ月は週5練習行く人何ヶ月の1回で3、400打って週5行って1ヶ月、1ヶ月ぐらい。インパクトゼロをやったことない人はね、そうこれから始めますよ、それぐらいかかる。それでもね、いい方だと思う。じゃあ YouTube 見て、おインパクトゼロなんだっつって、じゃあ戻しはまっすぐ行くんだっつって、ホッとやったからって、できるようになるわけではないってこと。そうだね、もっとやってできたら、その動きがとすごい優れてる方なんだと思う。あ、感覚がね、戻す。そうで俺前動画で10人ぐらいいて、その人顔と名前が覚えてる、1000人教えた中で10人ぐらいはちゃんと戻せてる人、ほぼほぼ覚えてるって言ったじゃない。だそれぐらい覚えてるってことは、さっきトル君言ったように多分すごいから覚えてんだろうね。そうだよね、本当にすごいなと思う。だからすごいことなんだね、うわできてるって思っちゃう。そうだよね、やっぱね素敵に見えるもん、すげえなと思う。特に長いクラブ、ヘアウェイウッドドライバーでできてると余計素敵に見える。余計無理なクラブだから。そうなんだ、でしかもやっぱ音もすごいじゃん、バチンって言うじゃんドライバーって、それに対してやっぱ音が全然違うから、ヒールとやっぱ芯食った時の音ってでかいからね。俺多分世界の誰よりインパクトゼロ理解してると思うんだけど。間違いないと思う。本当に誰よりも理解してるけど全くやってないから、知ってるけど絶対できないんだね。でも動作を加えたネタをトール君が打ったら逆球がちゃんと出るもんね。あ、例えばハンドル左切ったらちゃんと左に飛ぶし、そうだ、それって反応だから体のね、そっから始まるから、やっぱり。あ、そうなんだ。そうでも例えばじゃあトール君にやりたい理論があって、例えばタイガーみたいにこういう理論を入れてるって言ったら、いくらハンドル左切ったって球は左には飛ばないからなるほど。そうだから無職だから、ああやって反応がダイレクトに出るわけよ。やったことが素通りで、そうそうそう。だけどね、なんか一つのやりたいことがあったら、そうはいかないから。そうだからゴルフって難しい。そうなんだ。そう最初が大事じゃん。そうめっちゃ大事よ。だから着く前が、そうだから1ヶ月以内だったらまだ間に合うまだ間に合うね。それまあ冗談としても1年以内だったら全然間に合う。うん、始められてね、早い方がいいよ早い方がいい。でもじゃあ遅くても一回当たんなくなるかもしれないけど、やり続ければできるんだって感じ。そうで一番最短ルートなはず。とにかく特殊な球とか特殊な理論って難しいから。いやそれはそうだよそうそんな難しいことやってる人って多分ね、上手い人ほどいないと思う。この動画盛り込みすぎになっちゃうけど、分かったことがある。何？すげえ当たり前のことを言っていい？右行くんだったらさ、右向いて当たってるんだよね。そうです。そういうことでしょ？そうです。こうやって打って、こうやって当たってるんですよ。だったら右行くに決まってるよね。そう。まっすぐ行かすにはこうやって当てなきゃいけないじゃない。そうだよね。だけど右行くときってこうやって当たってる。そうだよね。そう。だからこれを直さなきゃいけないっていう話だよね。そう。で右行くで悩んでる人は右向かせなきゃいいだけじゃんね。そう。そうなの。これ僕からもうすごい大事な注意点だけ一つ。トール君はゴルフやったことないんですよ。練習でちょこっと打ったことあるんです。だから素朴な質問がザクってくるんですよ。だからすごい僕としては助かるんです、逆に。だからそういう、そう確かにそうなの。そもそも右行くのは右向いてるからフェイスが。そういう人たちは右向かないようにすればいいんだ、そう。それでも行っちゃうんだったらやっぱり開いてるわけだから、なんかあんだよね。そう、そのなんかを直さないといけないんだね。そう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 。それはもちろん人それぞれ違うから、実際に俺が自分の目で見ないと何とも言えないんだよね、そう。だからね、レッスンじゃないと解決しないことがほとんど。 そうだね、
そう理論をすごく知ってる方だったら、うん、いやいやフェースまっすぐでもこうやってカット打ったらスライスしますっていう人もいるのよ、うん、でも今スライスのことに言ってないじゃない右に出てることっていうそうスライスって結局フェースがまっすぐなっててカットになったら左に出て真ん中に戻ってくるから無害なんですよ、うんうん、そうでも登録君と僕が言ってるのは右に出てターゲットよりも右に飛んでってることを言ってるんですよなんでフェースが右に出るってことはこうやって当たってますよってことなんですよねそうだからフックも一緒ですよフェースがまっすぐでインサイドアウトに打ったら右に出てターゲットに戻ってくるんでこれも無害なんですよそうそういうことなんですよね確かにそうだね登録君の言うようにめちゃくちゃ当たり前のこと言っちゃったいやでもその当たり前のことが理解できてない方もいるレッスンやってても分かるしでもそれを直そうとはしないのそこがもちろん疑問点でもあるんだよねだからそれを全てひっくるめてじゃあもうインパクトで当たるときにクラブがまっすぐ6時のところに戻ってきてフェースもターゲットを向くように戻してくださいねっていうのが一番そのまあ最短ルートで単純な動きとしてやってもらいたいんですよそうでそれをやるのはさっき言ったようにパターから始まりいろいろクラブを上げてってどこまでできるかっていうのをどんどん上げていかなきゃいけないそれはめちゃくちゃ大事なことですよそう当たり前のことをやっぱり改めてやろうとすると意外と難しかったりするんで今一度確認が必要ですよね動画いきなり話から始まっちゃったんですけど確かにそのトル君と話しててインパクトゼロっていうのは単純に戻してくださいねそうすればまっすぐ行きますよっていうのは分かるんですけどそれはじゃあどれぐらいのものなのかっていうのを説明させていただきました結果としては、まあ、難しいということと練習し続けないとできたとしてもすぐまた戻りますよっていうこともあるんで継続しなきゃいけないってことなんですよねだから常に意識することあとはそれを継続して練習することが大事になりますので普段の練習から気をつけてやってみてください気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました。